2週間を通してボールの外側を捉えること、これをもう癖つけてってください。これが基本ですね。ウィンドミルでも、もちろんウィンドミルじゃなくてもボールの外側を捉える。もちろんラットショットは違います。ラットショットは変わってきますね。ベース、皆さんのベース、まとまる、テニスまとまるミスしない要素としてボールの外側を捉えるっていうのはすごい重要です。クロスじゃなくても外捉えてほしいんだけど、ウィンドミルじゃなくてもいいな、うん、ウィンドミルでもいいし、ウィンドミルじゃなくてもいい。バックハンドはボールとの距離、もう一球一球いきます。そんな急いでいかないです。一球一球ボールの外側を捉えることが重要、外側を捉えることが重要です。これ気をつけて、踏み込んでもこれ気をつけてください。踏み込んでコンパス使ってもこれだとね意味がない。どちらかというと上半身をぶつけてってほしい。上半身をぶつけてってもらいたい。でそのぶつけた上半身逃がさないようにします。もちろんこういう打ち方もあるし、たくさんのクロスをダウンザインに流していく、こういう打ち方ですね。だけどわざわざ流す、逃がす練習しなくてもいいよね。ここでは最大限体重を乗せていく、体重を乗せていく角度で、角度でクロスを持っていく。ラケットのタイミングでクロスコート持っていかないようにします。フォアハンドはラケットヘッドが返ったところね、切り返し、これをしないとね、トップスピンってかからない、エッグボールって打てない。初速が速くてネットの高いところ通してベースラインの手前で落ちる。でここでもまずステップインをちゃんとできるようにしてください。で対戦相手もちろんね、毎回毎回やらせてくれないですね。セミオープンスタンスで打たないといけない時もある。でも意識してやるときはできるようにしといて、ちゃんと OK 理想ですね。はい、これ気をつけてください。ラケットヘッド返らないで打っちゃう、これ気をつけて、ダメな例だよ。ラケットヘッドが返ったとき、なので最初感覚つかめなかったらもうクォータースイングでいいので、ここを合わせるようにしてください。ここ、この切り返し、切り返し、ここを合わせられるようにしてください、ね、はい、片手フォアハンド2つ、はい、いました、中村コーチがいました。よっしゃ、外側捉えてるよね。相手のバックハンドダウンザラインね、相手のラットショットの処理、反対にこれも日々積み重ねていけば筋肉がね、筋繊維がそういう風になっていくから、できるようになっていくからね。待って打つ、でもここで次の動作入れるよ、もしくはこういうの多いよ。なのでこうならない、エネルギーの無駄遣いもしないこと。で、まず体の使い方で、これが下半身が腰よりも内側だとバランス、なので打ちよ、もしくは打った間にもう広くし、土台を広くした、はい、バックハンド、バックハンドも、バックハンドは両手の選手が多いので、もう体をこちら向いて引っ張ってきちゃってください。クロスに打つぞと思って、
打つ方向に向かないように。残し、さっきと一緒ですね。ボールの外側を捉える。これができたら相手のトゥーザバックハンドに対応できるように出た時にこれも少し高いボール出します。打ってタッチ、これもさっき説明したね。プラスインパクトの時に一緒に引っ張ってきてあげてください。相手の重い球をインパクトの時にブレーキング使ってラケットヘッドを返す、ね、それぐらい重いボールなので、どういうふうに、あ、それでいい、あ、高く大体肩のあたりかな、今ぐらいで。もちろん戻りながらは打たないんだけど、ここの微調整をね、できるように、いろんな状況で使えるようにしてみてください。はい、では行きましょう。体重移動を使ってほしいんだけど、体重がどこにあるか分かんないのに体重移動はできません。なんとなくボール見なくていい。ボール見ても何も面白くないわ。これ体重移動はできてるよ、できてるけど、最初のところがはっきりしないから、サーブに例えると何気なく始まっちゃうの。ちゃんと前足乗って後ろ行って前だとか、何かメリハリが出てきてほしいもん。しっかり乗ってから投げる。いいですか。遠くに投げるとか高く投げなくていいです。昨日も言ったと思うけど、ベースラインからサービスラインまで届けばこれ十分。これちょっと行き過ぎなぐらい。でもサーブで例えたら、ボール後ろにやっといて危ないだろ。サーブで言ったらこういうことでしょ、こういうこと。これがコントロール。いい。で、これがワイドに行ったって、ワイド行って、はい、ね、ごめんなさいね、こっちのサーブ、この近くに、これがコントロールだと。もちろんいきなりさフルパワーで打つ必要ないし、自分の中で今やった体重移動ね、フットホルトどうのこうのが今何も気にしなくていいです。こっちの真ん中行ってください。真ん中、センター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 、いいです。今のイメージで、イメージ見て、ボール見なくていいから、イメージ、イメージの OK、 これね、この体の動きの延長で、大丈夫ですか、亀子さん。亀子さんの不安が僕に伝わった。ごめんね、ごめんね。ナイスキャッチ。コントロールを
この体の動かし方。いいよね、ジャンプしなくていいよ。あ、しちゃったら全然いいし、膝を曲げてね、ちょっと曲げたいなと思ったら OK です。でもお願いがある、やっぱ体重移動しようよ、ね、体重移動、サーブの時体重移動、打ち終わったらパッちょっと野球っぽく、だからトスを高く上げちゃうと上に伸び上がらなきゃいけなくなっちゃうから、上に伸び上がるというよりも前に行くイメージの方がいいね。前にそう、高く前に行くイメージだから、上に伸び上がらなきゃいけない、それがね、フルスイングしないできちんとコントロール、いかにも分かってなかった、言ってなかったんだ。そう、野球経験あるって言ったからありがとう、こっちおいで、ありがとうね。そういうイメージを持ってください。だから打ち方も自由、自由、ただし投げ方のところにちょっと似てるようにやってほしいな。頑張ってそれなりに自分なりにやってください。いいですか。動かしてもこれボール上にしか行かないよ。握り方をちゃんとやって、ちょっとしたでっかいけど、スピンじゃなくてアンダースピン、スライス。